珍しいゴキブリを殺したら5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられるとして、環境省が新たに3種類の虫を加えたとして話題になってんねんけど、これに記事では家に出てきたらどうしたらいいかと取り上げててんけど、この虫たちは与那国島とか宮古島に生息してて、人が生活する場所には現れないから安心してもいいとのこと。これにコメントでは、環境省他にやることあるだろうとか、虫を潰して懲役5年は厳しすぎると思います。森にいる珍しい生き物を守りたい気持ちはわかるが、ソーラーパネルを設置して環境を破壊しまくってる国から言われるのが腹が立つというような意見が上がってた。みんなうっかり潰してしまわんように気をつけてな。